来た来た来た。ちょ、寝室の鍵、ここメインの鍵。2階だったと思うよ。いる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 、中央階段下、中央階段下したかよ。助けて。もう一個、もう一個人形ある、もう一個人形ある。待って、怖い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 、やばいやばいやばい、向こう行った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 。え、大丈夫？ちょ、そっち行こうそっち行こう。あ、寝室ここ使えるよ。あ、あー、でも人形があるだけだな。でも結構人形あるな。でも印がついてる人形がいいね。階段、階段近くね、これ階段上がるか。これちょっとここ危ないね。あ、ここさっきの場所か。あー、そうだね。あ、でもなんかちょっと違くね。こんなだったっけ。この音怖いんだけど、どこから鳴ってるか全然わからん。何？笑ってるね。怖い。ちょ、ビサさんはぐれちゃってるよ。俺めっちゃ近いか。あ、儀式が終わると地下で遺体を焼いた。遺体をボイラーで焼いた。だってあれか、やっぱり今ね、ビサさん俺たち屋根裏いる。待って、来てる、こっち来てる。いけるいけるいける、さっきの道で逃げよう。オッケーオッケーオッケー、逃げる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 ぞ逃げるぞ。俺は逃げるぞ。俺はお前のこと置いて逃げるからな。じゃあな。いや、もうケツに張り付いた。おお、地下にいるだけど。待って、地下にいる、地下にいた、地下にいた。え、地下にいる？嘘。ね、2体いんの？2体いる。まあ、ちょっと地下行くか。じゃあビサさん守んないと。ビサさん武器持ってないよ。目の前いるよ。待って、どっち、どっち、待って、やばい。2階、え、こっちにいた。今左にいた、こっちから左に行った。今どっち、わかんないわかんない。左にいた、左、この扉の向こうにいた。左、ろくこの向こうにいた。 FG さんを追いかけてったのかな、わからんけど。お、俺の目の前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 。いたね。ピン刺したいな。ちょっと、ビサさん下に降りようか、地下に。え、地下行けるんじゃない。あ、待って、俺追っかけて来てる。ちょっとシグレがデコイになってる間にちょっと頑張ってさ、なんとかしたくない？地下室の鍵が必要なのかも。ボイラーがないのかもしれない。だ、地下の鍵が必要なんじゃないか。いや、ないよ。うわ、待って、びっくりした、壁にビビった。多分だけど、あの地下の鍵がないと入れないんじゃないか。いやー、ちょっとでも探さないといけないもんな。引き出しとか開けれないよね、このゲーム。目の前切る、目の前切る。うわっ、ブレピザさんやばいかも。あ、大丈夫か、大丈夫、大丈夫よね。プロ、大丈夫、プロゲーマープロゲーマー。あ、でも机に、机に結構来てる、結構来てるね、結構来てる。いや、めっちゃ近い、めっちゃ近いよ。あ、帰ってた、帰ってたね。この部屋はなんか来ない説ある。なんか AI がガバガバっぽいよね、なんかね。まだレベル1だからじゃない、あれが、相手の。ああ、なるほど、レベルがあるのか。相手のレベル変わるのこれ。これなんかね、あの人形集めていくとどんどん速くなって、最終レベルだとドラゴンボールの世界って書いてあった。やば。不安でしかね。分かりづらくないよね、アイテムって別に。うん、光ってるわけではないけど。分かりやすくなってたと思うよ。それぞれのエリアに。あ、鍵あった。マジ？どこ屋根裏部屋取った。あ、マジ？でかいそれ。屋根裏行こう、3人で。オッケーオッケーオッケー。中央階段前集合で。待って、中央も階段から上上がってるよ、大丈夫。2階いる、2階いる、俺1階連れてくわ、こいつ。今1階連れてきた。いや、俺中央階段前にいるよ、中央階段前いる。ちょっと、シグレート最悪。あー。ちょっと大丈夫？ビサさん、ビサさん、声聞こえた。大丈夫、ビサさん、ビサさん、音割れたとこに。ビサさん、ビサさん、俺人形になったんだけど、俺人形になったんだけど。あー、死んだんじゃないってことは。人形になった俺。人形になったってことはまだなんかチャンスあるんちゃう。今追いかけてるこいつを。なんか情報共有することになると思う、あの人形になったら。しぐれ、屋根裏行こうぜ。ペロどこ今。屋根裏にいる。今1階にいる。こいつつけ回してる。サポートキャラみたいな。ちょっとミスさん。え、死ぬとき怖い画像、怖い画面出た？え、うん、めっちゃ食べられた。俺はもう屋根裏部屋の鍵の前にいるよ。目の前。オッケーオッケー、よし、開けよう開けよう。うん。おお、びっくりした。え、めっちゃあるじゃん。あ、こっからなんじゃない、ゲームが。あ、人形がいる。あ、鍵もあるわ。地下の鍵ゲットした。地下の鍵ゲットした。あ、ここだ。これで。めっちゃ逃げてた、めっちゃ逃げてた、あいつら。燃やしに行くんか、じゃあ。で、そうだね。行くか。ってことは、これから。復活チャンスもあるんちゃうか。あるかな。うお、あ、これがミサさんか。あ、ね、人形とかじゃなくてガチめっちゃちっちゃいビスタさんなんだけど。何これ、すげえジャンプ力高くない？あ、なんか歩いてるよ。
あれ？ちょ待てよお前。あ待てごらん。おい待てごらん。ちょ燃やしに行こうぜ。あオッケーオッケー。死体まで行くか。俺地下の鍵ゲットしよう。ビスタさんも一緒に行動しようよ。地下の鍵拾った？うん。あ拾った拾った。あね笑い声が、あいるいるいる。あなんかフェーズが変わってる。元のフェーズに戻ってるよ。あいつ。あここに二ついる。とことこ歩きになってるよ。ほんまや。地下の鍵開ける。ああいた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 。これか。これだべ。ちょっと。あ、こっちじゃないこれ。行くよ俺、やるよ。いいよ。あ、来た来た来た。あ、できた来た。やっぱマッチと。あ、来た来た来た。ほら。全部左クリックでできるわ。あ、いいんじゃない？シグレもできんじゃない？え、なんかボイラー使用中って出るわ。あー、そうなのか。時間が経たないとダメか？じゃあちょっと、人形じゃあ集めに行くか。俺人形持ってんだけどな。俺は？え？復活したじゃん。正常に戻った。あ、やったじゃん。もう一個燃やしたわ。あ、いいね。じゃあこの調子で薪とマッチを集めつつ。あ、いいじゃん。ビサさんもなんかボイラーのとこに戻ったら復活するの、ね、今2回2回、ね、今2回いる。今2回いる。オッケーオッケーオッケー。バクタバクタ危ない危ない。あ、オッケーオッケー。じゃあ分かってね。あの屋根裏からスタートだったんだよね、完全にね。お薪ねを屋上に引っ張ってよ。マッチあるよ。マッチは持ってる俺。来てない、来てない。これ上の階だね。うわっ来てる。うわっ、なになになに。お、え、死にました。行くぞ、今のうち行かない、今のうちだ。こいつを無駄にするな。待て待て、ここ俺のとこキーある、キーある、キーあるよ。しるしる、拾った。俺拾った。待て、2個ある、2個ある。あいつの、あいつの回しだって言ってた。俺待て、キー2つ落ちてるよ。もう1匹いる、もう1匹いる。え、待て、1階のね、部屋にね鍵2つ落としちゃった。俺地下と1個燃やった。広間。あ、ナイスナイスナイス。あ、ここにいる、ここに。ここにいるよ。切れてんのか。ああ、ベオルさんだったこれ。俺戻ろこれ。地下に行ったら、うん、あのボイラーのとこ。あ、戻った戻った。何？え、なんか食べられてる。横失礼します。横失礼します。食べられてるとこ、俺横触って通ったんだけど。うわ、ペオルさん次来てたさぁ。裏違いで来てたんだけど。これ屋上巻きあと2つね。オッケーオッケー。これさ、あれだ、ちょっと復活するにはボイラーに火をつける必要があるって書いてる。待て、やばい、いる。あー、なるほど。燃やしたら生き返れるのかな。もう一個拾った。あー、なるほど。ちょ、燃やしていくわ。燃やしてる最中は生き返れるのかも。オッケーオッケーオッケー。待て、地下のね入り口のところにすぐいるから気をつけて。燃やせよ、これ燃やした。来れるんじゃないか。あー、戻れた戻れた戻れた。オッケーオッケーオッケー。どこだこれ。復活ありか。上か。これは簡単そうだな。え、今1階におったぞ。1階にいたわ。なんか、ね、あの歩いてる時と人捕まえたらしばらく歩く。やばい、今ねボイラー階段ぐらいのとこいる。了解。あのね、めちゃくちゃ速かったよ、気をつけて。さっきくっそ速かったよ。うまく巻くしかないな。屋上に巻き余ってたよな。これ人形ってどうやって使うんだろう。人形割れてる最中に落とすんちゃうとかなのかな。あ、目の前人形走ってた。この地下の後鍵がかかってるとこなの。うわ、待ってきた。あ、待って、あ、あ、分かった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 。あのね、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 あれだわ、あの持ってってる状態で捕まったら落ち着く。あ、どういうことどういうこと。持ってるだけで普通に使用されるってこと。そうそうそう、持ってるだけで捕まったら勝手に使われるし、あの あいつ捕まそう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 で捕まえたらあいつ満足してね静かになる一定時間。ちょ、地下の鍵、地下の鍵一つ開いてない場所あるわ。あ、俺開いてないよ。でないな。燃やすよ俺。いや、俺も燃やすわ。燃やした燃やした。あ、使用中か。地下にまだ薪あるよ。え、使っていいよ。俺まだ薪ある。あ、まだ2つくらいあるよ。待って、地下の鍵取りに行くか俺。行けっかな。でもなんかだいぶマジでね、本当に桁違いみたいにスピード速くなったから気をつけて。あの俺らがね走ってる速度のね2倍くらいの速度で追いかけてくるから。もう一個燃やせ、もう一個燃やせよ。オッケーオッケー。押した押した。あと3個、あと3個。俺1個今手持ちに持ってるわ。でオレンジの人形を持っときたいね。俺持ってないんだよ。待てよ、オレンジの人形を持った状態で1回捕まる。俺したら1回捕まった。
ッケー、鍵も回収したわ今。今ファインプレイした俺今。今何回何回何回それそれ何回。今一回。一回了解。あ今めちゃめちゃ上手いプレイだったわ。目の前で人形を入れ替えたわ。燃やせよ俺。燃やした。あと2個。あと2個。あと2個。鍵開けとくわ地下の。びっくりした。なになになに。バニホすんな。バニホした方がね早い。あ、地下の鍵開けたわ。あ、ありがとう。なんかね、どっか繋がったいろいろと。あ、ダークソウルかな。なんかいろいろとね、いろんなとこが繋がった。ちょ、あ、黄色い人形欲しいんだけど。黄色じゃ赤い人形。俺のとこ、1階にある。1階了解。うわ、ぶれた。ここがある、ここある、ここ。あ、助かれ。OK。え、これ絶対、どこだ。待って、俺さ、さっきさ、ずっと固まってるとこ見つけたんだよな。ちょっと行ってくるわ俺。もうマップは完璧。一定時間経つと走り出すんだよね。ね。でも俺オレンジ人形あるし、俺がびっくりするくらいしか弊害はないから。あったやっぱ一個いたわ。あ見つけた鍵付き。来た拾った。地下まで走るわ。待って。じゃあそれもその二人で終わりじゃない？終わりじゃねこれ。待って地下のうちどこだっけ？やばい。待って来てる。やべ来てる。やばい。俺待ってデコイだ。俺はデコイ。ああ速すぎるって。やばい、マジで速いぞ、マジで急いで。あの、地下上がったすぐのところに俺、あの、落とした、印付き。あ、浄化されてる。ちょ、マジでやばい、マジでやばい。本当に速い、桁違いに速い。やばいぞ。ちょっと俺、ついていくわ、ついていくわ。来れる、燃やすよ。あ、オッケー。そういうことか。あ、俺もむしろ、待って、怒った。やばい、真っ赤になってる。めちゃくちゃ怒ってる。真っ赤になってる。やばい、すごいこと起きてる。待って、ちょっと待って、やばい、本当にやばい。すごい速度で走ってた。やばい。待って、あのね、やばい、本当にやばい、速度で。音がやばい、ドアの音がやばい。ちょっと待てよ。待って、それで終わりじゃね？待って、巻きがあって、こっちの奥に。急いで頑張って。来んなよ、こっち。待って、赤いぞ。待って、上だ。いけ。大丈夫。頑張って。え、これ全部でしょ、全部でしょ、これで。これ全部。来た。行ったじゃない？クリアじゃない？クリアでしょ。さすがに。終わったじゃない？え？ちょっと待って。何？分からん。待って、でもメインの鍵っていうのがあったじゃん、最後一個。あ、玄関のドア開いてるって。帰るぞ。待って、見て倒れてる。見てビッサさん。ちょっとさっきの入り口、地下のとこ来て。どこ？地下の入り口のとこ来て。ちょっとしぐれも来て、あのさっき出てきたところ、地下から上がってきた。ちょっと見て、ここ。ここ見て、ほら。ここ。あ、見て。ちょっとしぐれ触ってみてよ。おい、持ってるんだけど、ミサさん持ってますよ、それ。え、待って、落とせない。え、ちょっと、落とせない。あ、はい、ミサさん来ないで。あ、開いてる。ここ開いてるよ。連れて帰ろうじゃん。ちょっとめちゃめちゃ。おお、すごい。え、クリアじゃないじゃん、もう。入れたわ、いつ。あ、クリアじゃん。一発でクリアしたじゃん。絶対いけないと思ってさ。おい、捕まえてよ。お、来たよ。捕まえたか。実験をしてきたらしいよ。非常に強力だ。強力だよね、あれはね。赤くなった時やばかったよ、マジで。ビザーの住居。怖いわこれ。うわー、すごい叫んでるよ。うわ、近い。 SCP 的なか、そんな感じするね。あ、彼女は出られないらしいよ。おい、フラグだろ完全に。やめてくれ。施設破壊されるやつやん。終わったんじゃない？あ、終わったよ。